忙しいとこ調整してもらえて助かった。これならあいつも余計な体力を消耗せずにステージに専念できそうだ。これはあいつの要望じゃねえ、ディレクターである俺の判断だ。まあ自分からは言わねえだろうしな。一度決めたらがむしゃらにやり通すやつなんだが、何でも自分の努力でカバーしようとするとこがあるからな。本番まで時間はねえが、他にももし気づいたことがあれば一度俺に教えてくれねえか。あいつはできる限り本番に集中させる。ソロステージを絶対に成功させるためにもな。頼んだぜ。本番前に主役の賞を差し置いて俺からステージについて語ることなんざね。だがディレクターとして言っとく、ショーのソロステージはお前らを裏切らねえ。どれだけ期待したっていい。あいつらしさを求めてくるやつにも、新しいあいつを見てえってやつにも、まとめて答えを見せてやる。そんな爆発力を秘めたライブだ。クルス・ショーの生き様ってやつがステージに現れてる。あいつが素直にやりてえって思ったことを受け止めろ。お前らならあいつのハートがわかるだろう。必ず送った以上のもんが返ってくる。そういうやつだ。期待しとけ。